どうも、ゆきひろです。今日は2017年8月の22日火曜日のトレードの結果と、あと考察を述べていきます。で、僕がこの日注目してたのはポンドドルで、見てたラインは今表示させている1.2831付近ですね。で、僕はここを超えたら、まあ、大きく伸びると思ってエントリーをしました。で、結局、まあ、伸びずに、まあ、立て値で決済となったんですけれども、まあ、今日は僕このエントリーをした根拠っていうのを話していこうかなと思ってます。で、まず長期足、日足を見てみると綺麗なアップトレンドを描いてました。で、トレンドラインを引くと、まあ、こんな感じですね。で、まあ直近はトレンドラインにちょうど乗っかるようなところで、ここから反発するか抜けるかという、まあ、結構熱い場面でした。で、次4時間で見ると、まあ、4時間は直近ではダウントレンドですね。で、1時間足では、まあ、レンジになってました。3本の移動平均線が、まあ、水平に推移するようになってきてて、で、ちょうどレンジの真ん中で絡まって推移しているので、まあ、僕は結構綺麗な形のレンジだなということで、このレンジを注目してました。で、ここってちょうど、まあ、先ほど冷やしてみたら時にトレンドラインにちょうど乗っかってるところだったので、僕はこれ上に抜けても下に抜けてもついていこうかなっていうふうに思ってました。まあ上に抜けたらトレンドラインの反発ということで、で、下に抜けたら、まあ、トレンドラインを割って、まあ、ダウントレンドに転換したということで、まあ、どちらにしてもこのトレンドの転換局面っていうのは結構方向がつくと動きやすいので、で、まあ、僕はここをちょっと注目して見てました。ただ上に伸びるか下に伸びるかって考えた時に、僕は下に伸びる可能性が大きいなっていうふうに思ってて、で、それは何でかっていうと、まあ、根拠2つあるんですけど、1つは反発の仕方ですね。これ反発してるところを見ると、大体すぐに反発してるんですよ。その陰線が出た後に次陽線が出て、で、まあすぐ切り返してると。ただ、まあ今回のところは結構ぐずってたんですよね。陰線が出た後陽線が出たけど、また陰線が出て、で、また陽線が出て。で、時間足の長さ自体、ローソク足の長さ自体も、まあ、短くなってきてると。で、ちょっと反発に時間がかかってたんで、あれ、これもしかしたら、まあ、反発せずにいくんじゃないかなというのが、まず一つありました。で、もう一つの根拠は、移動平均線です。ここですね、レンジの上の方を見てみると、日足の、まあ、55日移動平均線と89日移動平均線、まあ、中期と長期の移動平均線がかぶった状態で、あのレンジの上側に位置してたんですね。
で、東の移動平均線って結構、まあ、僕のイメージ的に強いイメージがあって、ここってなかなか超えることができないんですよ。特に2本重なってるんで、ここを超えるのはちょっとしんどいかなと。なので、まあ僕としては、まあ上に行くよりは下に落ちるかなという見方でしたね。ちなみに2本の移動平均線、例えばこことか、あと、まあここもそうですよね。見ていただくと、やっぱり2本移動平均線が重なるところって、なかなか抜けれないんですよ。一回跳ね返されてますよね。で、そういった意味も込めて、まあ僕はどっちかっていうと下に行くかなと思ってました。で、まあ実際、19時ですね、にラインを抜けてきまして、で、僕正直ちょっとエントリーするか迷ったんですよ。っていうのが、僕がエントリーする時間帯は、まあ、ロンドンの時間帯だと、今夏時間なんで、15時から、17時半まで。この時間帯が一番よく伸びるので、この時間帯にエントリーを絞ってるんですね。ただ今回は19時とちょっと時間帯がずれるんで、どちらかというと、この19時、20時っていうのは、ニューヨークが始まる前で結構値動きが閑散としやすい場面。だ僕は普段エントリーするのは避けるんですけど、まあ、今回ちょっと、まあ、レンジがいい形だったっていうのと、あとまあトレンドの転換局面だったっていうことで、まあ、他の優位性が高かったんで、ちょっと試しでエントリーをしてみました。で、エントリーしたところは、ここですね。この5分足のこの足ですね。僕普段は指値を使ってエントリーすることが多いんですけども、まあ、今回ちょっと僕がトレードする時間帯とはずれるということで、ちょっと慎重を期して5分足で完全にラインを抜けたところでエントリーしました。で、まあ最初まあ、思惑通り伸びていったんですけれども、まあそっから切り上げてきまして、でちょうどここら辺でエントリーしてから1時間経ったんですよね。で、僕は1時間で、まあプラスになってなかったら、まあ、その時点で損切るっていうタイムストップを今実践しているので、で、まあ、ここで、まあ、立て値で決済となりました。まあ、伸びなかった要因としては、まあ、先ほど言ったその時間帯の問題ですね。まあ、19時っていう中途半端な時間帯に抜けちゃったっていうことと、あと、まあ、考えられるのは、まあ、近々、ジャクソンホールの会議っていうのが、イベントとしてあるので、で、これが結構大きなイベントなので、まあ、様子見相場になってるのかなと。他の時間足見てもそんなに大きな値動きはなかったので、そうですね、その大きなイベントが控えてたっていうのも、まあ一つの要因として考えられるかなと思ってます。まあ、マイナス出さなかっただけでよかったかなと。ということです。トレードの考察は以上です。ありがとうございます。